ダブルクロスザサードエディションリプレイデイズはカノーマサーキによるダブルクロスのリプレイ作品。イラストは片切り組。ダブルクロス第三版であるダブルクロスザサードエディションを使用したリプレイ作品である。なお、関連作品であるダブルクロスザサードエディションドラマ CD デイズについてもこのコーデ扱う。ダブルクロスリプレイデザイアに引き続いて出された ダブルクロスリプレイのシリーズである。特徴として、以下の点が挙げられる。桁外れの財力を持つ、ち大金持ちでありながら純真な性格で、クラスメートにも慕われる少年、詐欺の宮京。生まれつき病弱で心臓移植を経て、やっと学校に通えるようになった、少女、東道林花。二人は、学校からの帰り道、突然異空間に迷い込んでしまう。 そこで出会ったのは黒コートに身を包んだ謎の男。その時から彼らは非日常の世界に足を踏み入れてしまったのだ。並びはエピソード1の PC 番号順。全員未覚醒状態からのスタートのためコードネームを持つ PC は存在しない。メンバーは課長風月から名前が取られている。 ダブルクロス・ザ・サード・エディションドラマ CD デイズ、出演キャラは、担当声優についても記載。ないはその人物のコードネームである。PC の一人が未覚醒状態から始まった。リプレイとしては、アライブ、ジパング、ジェネシスなど数例存在するが二人以上、未覚醒なのは初。なお覚醒は、 エピソード0で2人エピソード1で残り2人と段階的に行われた。詐欺の宮リンリン花と偶然揃ったことに気づいたと、ガツ、風見の両 PL によって揃えられた。この名前には、将棋好きの岡本の発案で、駒の、強者から取られている文化祭の出し物であるお化け屋敷に、ハリウッドから特殊技術スタッフを呼ぶ、など。岡本によれば、 理由は決めているが、今日はまだ気づいていないとのこと。なおこの道場には、ナイツの PC であるルリが通っている。アカデミア1巻、P382。なお、オーバードアカデミアの、ステージデザインは、市が担当している。ありがとうございます。